はいどうもジェケマルです。ということで皆さん本日はですねこちら青の試練から青の要塞ですね11階から15階が追加されたので昨日同様ですね12階を攻略していきたいと思います。前回のですね11階はめちゃくちゃ難しいステージだったのでもしかしたら今回のね12階も難しいステージかもしれません。ということではいこちらですね12階のステージへ挑戦していきたいと思います。それではやっていきましょう。さあということで12階はどんなステージなんでしょうか。巡回王に要注意、トロッコをうまく使って脱出しようということでめちゃくちゃ簡単なね2分しかないんですけどどんなステージなんだろう。巡回王に要注意、そもそもずっとね巡回王にをね注意しながらやってますが要注意ってことはもっと注意しろってことかな。そしてこちらですねトロッコ、これどうすんの、これ どうすんの、あそういうこと、そういうことか、なるほどね、あー溶かさなきゃいけないんですね。すごい難しいステージだね。なるほど運営さんよく考えたな。おっとこれはトロッコに乗らないといけないのか。さああなるほどね、これさあー難しいな、そういうことですね。下の方にトロッコを守ってる巡回鬼がいるから、いやこれちょっと俺積んだんじゃねえか、これ積んだわ。ちょっと一回じゃあ死にましょうか。はい死にまーす。あー死んだよ、なるほどね、はい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 、2回目ならいける。さあリトライしていきましょう。はいということで巡回王に要注意、トロッコをうまく使って脱出しようということで、まあこれね文章的には巡回王にをうまく使ってトロッコに乗ろうっていう文章の方がいいと思うんですよね。はいということでこの巡回王に今回はね見つかるということで、はいさっきのね11階とはまた別のねスタイルでこちらねトロッコに乗らなきゃいけないんですね。なるほど面白いなこれな。はいさあここまで来ましたが次はなんだこれ、ちょっとねまだ把握できていないんでこっちのトロッコ乗ればいいのかな。さあトロッコに乗っていきましょう。巡回王にいるね、さあバルブは見当たらないんですよね。バルブどこにあるんだろう、これトロッコ乗ればいいのかな。いやちょっと心配だな、 あったやっと1個目のバルブがありましたね。さあここも慎重にね回していきたいと思います。もうこっからあと簡単なんじゃねえか、あとはトロッコに乗って巡回王に見つからないようにしつつバルブを閉めていけばいいんじゃないか。これめっちゃ簡単じゃね、もうここまで来ればあとはさ普通にトロッコ乗ればいいのかな。あぶねー、トロッコもさ青銭を使わないと乗れないみたいなシステムだったらやばいよね。トロッコ1回3000青銭みたいな、感じのシステムだったらめっちゃ笑っちゃいますけどね。はいということで残り1個だよ。さあ残り1個、ようやく見つかった。ただゴールがちょっとねどこにあるかわかんないんですけど、あ12階はめちゃくちゃ簡単じゃね。まあでも前回ね簡単とか言ってすぐやられてしまったので、はいさあ3つ目締めたということは、あーそういうことね、ここが難しいのか。さあということでちょっとね注意しながら次ですねトロッコ乗って左上かどっちだろう、さあ乗っていきたいと思います。それではもう一回リトライしていきましょう。はいということで、いやーなるほどね、やっぱりさこの青の要塞っていうのはそのバルブを全部締め終わった後に青鬼が出るじゃないですか。そっからがね本番っていうこともあるので、まあ、バルブを閉めるのも大切なんだけどやっぱりね最後に出てくる青鬼が一番厄介になったりしますよね。さあということでトロッコに乗ってねバルブを3つ閉めていきたいと思います。やっぱりそうか、今回フワッティだもんね。まあ何フワッティっていう名前かわからないんですが、さあ乗っていきたいと思います。いやちょっと面白いね、なんか12階のくせにめっちゃ簡単じゃんって思ったけどやっぱりねそううまくはいかないですよね。さあバルブ1個解除していく。さあ2個目もね解除していきましょう。ここら辺はね結構簡単ですね、でも俺の場合さ簡単って言っちゃうと本当にすぐやられちゃうのでフラグ回収マンなんで、うわぶね、フラグをね、回収しかねないのでちょっとね、慎重にやっていきたいと思います。さあいけるか、うわぶねーあぶねーあぶねーあぶねー、ほらこういうことがあるんですよねジャケマルね。さあトロッコに乗っていきたいと思います。さあ3つ目ここら辺にあったよね、危ねえなマジで今の勢いでさこのバルブの方にさ突っ込まないかな、なんかすごい勢いで、あ待ってここら辺さ一回この左側のトロッコ乗っちゃうともう左側にねあのフワッティがいるのでちょっと一回ここで落ち着きましょう。そうすればねあそこからフワッティが離れると思いますのでもうこのタイミングでいいかな。さあこのタイミングでいけばもうフワッティいないと思うんですよね。ここでぐるっと回ればいいのか、うわ怖い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 、やばいこいつ足速いのかな、うわあ危ねえ危ねえ、こっち来んのかい、こっち来んのか、どうしようこれ、どうしよう、スイッチどこにあるんだろうな、これさ
やばいよね。これやばいパトゥーンだよね。こうしてトロッコの周りをぐるっとして、あー危ねえ危ねえ危ねえ、こっちもしかして。でもう一回ぐるっと、あれどこ、バルブじゃねえ、スイッチは、どこ、マジで。うわー危ねえ、こっち行けないんか。え待って、どこスイッチ。ちょっともう一回慎重にやっていきましょうか。それではもう一回挑戦していきましょう。さあということで、いやこれ12回さ、スイッチどこにあるんだろうね。さあ、いや見当たらないからさ、もうちょっと慎重に探していきましょうか。マップ探索というか、これさ、もしかしてさ、ここの周りにあったりする。いやなかったよな、ここの上にあったりしないよね、このこのさトロッコの上。さあということで、いやないよね、うん、ここにはない。さあここら辺にもスイッチはありません。でここ行き止まりでしょ。でこっちも行けるのか、なるほどね。で、柵がある。で一回ここ乗らないとそもそもダメで、ここはここにあるのか、もしかして。ここなんもないもんね。いやないな、いやここなんもないね、なんもないですね。はい、さあここはバルブだよな、ここはバルブがあります。ただね、左側見ていないので、ちょっと左側も見ていきましょうか。え、ちょっとマジでさ、わかんねえ、これ難しくね。隠し要素とかあんのかな、どうなんでしょうか。さあこっちはなんもないよね、うん、なんもないもんな。さあなんもない。え、これみんなすぐわかった、スイッチの場所とか。こっち側は、巡回鬼がいる、多分巡回鬼がいるところはねないと思うんだよね、うん。でさっきさ、最後トロッコ乗ったらこっちに戻っちゃったから、もしかしたらもう一回戻ってくる要素とか必要なのかな。いやそんなことないよな。おっ、ぶねー、危ねえ危ねえ、さっき見つかっちゃいましたが、ここ怪しいよね、ここめっちゃ怪しいよな。いやなんもないな。え、なんもないとかある。え、マジでなんもないよ。もしかしてもう一周しなきゃいけないとか。ちょっとこっち乗ってみましょう。こっちもスイッチないよね。え、ない。え、どうなってんのマジで。え、いいや、一回さこのバルブ閉めたらもう一周しよっか。もう一周していきましょう。逆走してみる。これ逆走してこっち側行ってみましょうか。こっち行くじゃん。で、なんもない、なんもないじゃん、なんもないよね、みんな、なんもないよね、みんな。さあこっちもここもなんもないでしょ。でもまだ柵が開いていない。で、こっちもなんもないよね。え、どっかに出現してんのかな。ここもさ、これ違うよね、これ違う。いやーこれちょっと怖えな。はい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 。え、これどういうこと。ちょっともう一回やっていきましょうか。ちょっとカットします、ここまでカット。さあということで、バルブを3つ閉めた状態で一回トロッコに乗って戻ってみましょうか。あぶねー。さあこっちどうなっているんでしょうか。あ、ちょっと待って、やられちゃったけど。え、マジでスイッチなくね、これどういうことなんだろう。え、ちょっとわかんないな、マジでわかんない。え、戻るわけでもなく、え、なんで柵閉まっているんでしょうか。え、これマジでさ、みんなわかった、クリア方法全然わかんないんだけど。ちょっとやばいな、ちょっと探索しています。うん、それでは何か分かるまでカットしていきましょう。カット。え、ガビーン、むずすぎるなこれな。あー、みんな隠れてる、これは、これは分かんねえよ。え、どうすんのこれ。じゃあこれどうすんだ。こうして、ちょっと今ね、もしかしてあそこにスイッチがあるのかなと思ったら、押す方のスイッチがあったよ、押す方のスイッチが。うん、マジか。いやちょっと今のはね、もしかしてと思ったんですよね。運営さん意地悪だな今のな。はい、ということで、いやただね、あれが分かったからといってクリア方法全然思い浮かばないんですけどね。え、どうすればいいんだろう、どうすればいい。ちょっと待って、考えながらやるのマジで危ねえ。フワッティを誘導しなきゃいけないんだよね。で、あのフワッティの動きは、あのめっちゃ速くなるフワッティの動きとは別で、青鬼と同じ動きしてたから、
ある程度マスを開けていればやられることはないと思うんですよね。さあどうしよっかな。一回さ逆走するか。一回逆走して、逆走します。いやでも逆走したら逆走したでさっきねやばいことになっちゃったんで、いいや。どうしよう、どうすればいいんだ、マジでわかんねえ。一回戻るじゃん、一回戻る。あぶね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 、このふわってマジでやべえ。どうしよう、どうすればいい、どうすればいいんだ。あそうか、逆走だな、やっぱ逆走だわ。ここ邪魔だから、邪魔。あぶね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 、危ない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 危ねえ危ねえ、やばい、もう死ぬわけにはいかん、死ぬわけにはいかん、マジで危ねえ。逆走しなきゃいけないんだな。うん、逆走しつつあそこのトロッコをどかしてフワッティに踏んでもらうということで、こっからだな、難しいな。ってことはこれで戻ると、戻ると、え戻ると、どういうこと。わかりました、もう一度チャレンジさせてください。わかりました、わかりました。はい、それでは戻っていきましょう。はい、ということでわかった、トロッコをうまく使って脱出しよう。これは頭使うな、やばいね、これやばいね。で最初にまずこうします、解除しちゃおう、とりあえず解除してからので、右行く、で右行ったらここでまず解除する。2個目解除する。俺これ攻略不可かと思ったわ。うん、で、乗ります。でこうなってるんだよね今ね。そしたら次にこうする、あれ合ってるか、こうする、でここを解除する。あれちげえな、なんかちげえな、ちょっと待って、ガチでわかんねえ、これ12回やばいね、12回やばいわ、舐めてたわ。うん、こうする、でこうして、ごめん、こう言ってる。でどうすればいいんだ、でガシャンガシャンやってんだよな。閉じ込めるとか、もしかして。そんなわけないか、そんなわけないか。戻ります、いや戻れないんだよな、いや戻れるのか。ちょっと待って、マジで閉じ込める、本当にこれ閉じ込める形式ですか皆さん。閉じ込める形式、じゃあやってみる、閉じ込め、これで一回戻ります。閉じ込められるかな、そういうこと、そういうことですか、本当に合ってる。うわー危ねー、これで閉じ込めるってやつ何回かやって、ちょっとそれやってみようか、運ゲーじゃん。閉じ込めろ、閉じ込まらない、本当にこれで合ってる、マジいけ、本当にこれで合ってるやり方。ちょっと待って、じゃあ閉じ込めるまでちょっとカットしていきたいと思います。それではカット。ちょっと俺分かったかもしれない、なるほどね。ちょっと俺これじゃ失敗してるんだな、もうそもそもトロッコで囲うんじゃねえか、違うかな。はい、ということでちょっと俺分かったんだけど、もしかしてあの3つトロッコが真ん中に集合した状態でバルブを閉めなきゃいけないんじゃないかな、ということでちょっと頭を使ってそこまでやっていきたいと思います。それではカットしていきましょう、カット。ちょっとねめちゃくちゃ難しいので考えながらやりますので、早送りで皆さんにお見せしていきたいと思います。それではやっていきましょう。ちょっとある考えがあるんですよね、いやーやばいな。はい、ということでちょっと無言になりながらやっていきたいと思います。マジで難しい、本当にこれみんなが解けてるのがねマジでね、もう本当にねやばいと思うよ、解けてる人マジでやばいと思う。でこれ使っちゃいけないんだな、このトロッコ、多分このトロッコ使わないで、こっちを使って、でしかもここも最後解かなきゃいけないのか、あれちょっと待って、違う、ちょっと待ってな、あなるほど、なるほどね、あ分かった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 、こうしてここ解いたら戻るんだな。これはねむずい、頭おかしい、これ作った人頭おかしい、マジで。うん、
これねマジで作った人頭おかしいと思う。でこの状態ってあこうかん合ってんのか、いやん間違ってる俺。まず1個目これで合ってると思うんだよね。でまずここスルーしよう、ここスルーして、でこっちは閉めて大丈夫、いや違うな、ちょっと待ってちょっと考えよう。さっきのところ閉めて大丈夫で早くトロッコに乗って閉じ込めるのか、あそうだな、ちょっと一回戻るか、えそれで合ってんのか、もう超早めに閉めるって感じなのかな、ちょっとそれやってみましょうか一回。いやーこれ考えた人マジでやばいよ、うん、これ考えた人マジでやばいと思う。2個目解除していく、でこれでいいんだよね、これで戻って、うわー見つかっちゃった、待ってこんなところでやられたくない、こんなところでやられたくないよ。さあ最後のやつこちらですね。ってことはバルブはこっちの状態で閉めなきゃいけないのかってこと、ここでも閉めないといけないってこと、よしどう、そういうえなんかバグったんだけどバグったけどできた、あーもう本当にしんどいね、これバグってるよね、バグってるよな、あーしんどかった、クリアしました皆さん、マジでしんどかった、これこれやばいよ、これ考えた人マジでやばい。はいということでクリアいたしました、いやよかった、攻略とか見ないでクリアできて、なんとか12回攻略できましたね。はいということで次まででした、ありがとうございます。皆さんねまたぜひ見てくださいということで失礼します。最後なんでバグったんだろうな。